ゴスティバルは、マケドニア共和国のポロク地方にある都市で、人口は8万1042人おり、同国では最大規模の自治体の一つで、面積は1341平方キロメートルである。ゴスティバルは、道路や鉄道の接続がよく、テトボや、シュトスコピエ、キチェボ、オフリド、デバルなど他の地域や都市に通じている。新しい高速道路が、 ゴスティバルテトボ間の2 4トルで1995年開通した。ゴスティバルはゴスティバル基礎自治体の中心である。ゴスティバルはこの地域では最も重要な山の一つであるシャル山脈の麓に位置し、近くのブルトク村はバルダル川の源流でシャル山をもとに標高6 8 3メートルに水源がある。バルダル川はゴスティバルを流れ、 スコピエを経由しそのまま、マケドニア共和国領内を流れて、ギリシャに入ると、テッサロニキ付近で、エーゲ海に注ぐ。2002年の統計によれば、ゴスティバル支部の人口は35,847人で、民族構成は次の通りである。ゴスティバル時計統器現前170年に築かれた、ドラウダクと呼ばれるゴスティバル近くの町は知られていた。ローマの歴史家、 ティトス・リウイウスの初期の記録によれば、マケドニア王国最後の王であったペルセウスは一万の、長で、現代のキチェボである、当時のウスカナを獲得後、今日のゴスティバルであるドラウダクを襲撃している。ゴスティバルは、商業都市で19世紀後半から、多くの商人が、行商や、青空市などで商売を始めていた。これらの死の日は火曜日であった。商人は、クルシェボ、キチェボ、 ベレスなどからやってきて、当時の商業の中心としてのゴスティバルを築いている。しかし、今日では、電気、機械整備工などが増えておりゴスティバルは、現代的な都市となっている。重要な事実として2万人が、故国から離れ海外で働く市民で、自治体の重要な財政源となっている。 毎年6月から8月にかけて都市に戻る多くの市民により50万ユーロが町にもたらされる。ゴスティバルから26キロメートル離れた場所に位置するザレラザレブスキはマケドニアのスキーリゾート地の一つでマブロボ国立公園に位置している。国立公園は眺望や美しい湖などで独特の自然美があり、産地には豊かな植生や動物性があり、 マケドニアの中でも美しいもののうちの一つとされている。周辺部には宿泊施設やスポーツ施設など、ツーリスト用の設備も整っている。シャル山脈はこの地域では重要な山岳地で、幅1 2トル長さ8 0トルの範囲で、広がり毎年11月から翌年3月か4月頃まで、雪に覆われている。最高峰は、キトブブルブで、 海抜2760メートルである。夏には、シャル山脈では、牧草地が広がり、牧畜も行われており、落農も盛んで質の高いチーズなどを味わうことも、できる。他にも幅広い植生から薬効性のハーブが取れたり、することからこの地域では健康に良い食事を味わう、ことができる。ありがとうございます。